19世紀末のムアラ炭鉱。ブルックトン炭鉱。救命では、ムアラ炭鉱は、ブルネイにおいて、かつて稼働していた炭鉱の一つ。もはや生産は行われておらず、跡地は自然状態に戻りつつあり、虹林に覆われている。ブルックトン炭鉱は、セラサ郡に位置している。道路のジャランムアラと、ムアラトトンハイウェイが接続する、ラウンドアバウトの北側。 ムアラの中心市が地から1マイル半離れた場所にある。ブルネーで最初に石炭が発見されたのは1837年のことで場所はムアラに近いセライピムピンであった。ムアラ炭鉱が最初に商業的に採掘され始めたのは1883年でウィリアム・カウイーが年1200ドルで採掘権を獲得した。しかしカウーはその後1888年に 採掘に関する諸権利を白人藩王、チャールズ・ブルックにリースし、藩王は炭鉱の名称をブルックの街を意味するブルックトンと改めた。1889年から1924年にかけて、この大鉱はブルックが藩王であった。サラワク王国政府が運営に当たった。年間の石炭輸出量は1万トンから2.5万トンとばらつきがあったが、 33年間続けられた採掘によって65万トン以上が輸出された。当初は露天掘りだったが、やがてそれが困難になると、行動を設ける、校内採行方式が導入された。ブルックトン炭鉱は、当時も今も水深が深い天然の良好で、アルムアラに近い戦略的に優位な位置にあり、両者は鉄道で結ばれていた。レールは、その後撤去され、 鮮度は残っていない。ブルックが保有していたのは経済的な権利だけであったが、彼は政治的にもこの地域の支配者同然に振る舞った。この鉱山は数百人の甲府たちを雇用していたので、警察、郵便局、ムアラとの連絡道路などが導入され、サラワク王国の制度が適用される違い保権のような状態になっていた。ムアラ周辺の実験がブルネーに、 変換されたのは1921年のことであった。ブルックトン炭鉱は世界的な景気の後退によって石炭の価格が下がり続け深刻な財務上の損失が出たため1924年に閉鎖された。その後、第二次世界大戦中には日本軍がこの辺りを支配し日本人が炭鉱での採掘を再開したが 質の悪い石炭しか取れず、地元の限られた需要に応じて供給するだけに終わった。今日、残されているのは、植物が追い茂ったかつての線路、機関車、坑道の入り口、放置された、モーリスマイナーなどである。ブルネイ政府の博物館局は、歴史的な価値のある62ヘクタールの炭鉱の範囲を屋外博物館として整備し、エコツーリズムを振興したいと表明している。 すでに、ブルネーダルサラーム国の古物材方法によって一体は保護されている。ありがとうございます。